こんにちは、ココアです。今日はポッタリーバーンキッズというリュックを購入したので、そちらの紹介をしていきたいと思います。はい、ということで海外のバックパックなんですけど、知っている方もいるかなと思うんですけど、キッズのバックパックなんですけど、すごく可愛くて前から欲しいなと思っていたんですけど、やっとねあることに必要になったということで買ってもらったので、そちらを紹介していきたいと思います。すごく可愛いアイテムになっているので、ぜひ最後まで見ていてください。ということで、この動画が気になったという方で、チャンネル登録まだ済んでいないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録と隣にあるベルマークをタップして通知をオンにしてから見ていてください。グッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。ではスタート。はい、ということでやっていきます。まず今回紹介するブランドなんですけど、ポッタリーバーンっていうブランドのキッズの方で売られているバックパックなんですけど、もうずっと結構見ていて欲しくて、いろんな柄とかからあって、自分のオリジナルのものを作っていただけるっていうバックパックなんですけど、それをね購入したので紹介していきます。ということで今回購入したバックなんですけど、じゃーん、こういう感じのピンクのバックパックを購入しました。でこれは無地のこういう感じでラメがキラキラのバックパックで、サイズが中間の M サイズっていうサイズなんですけど、 S と M と L があって、その中間のサイズっていう感じになっています。 S だとすごくめっちゃ子供用でちっちゃくて、で L だと大きすぎるなって思って、このサイズがちょうどよくて購入したんですけど、もうね実際に結構使っているんですけど、すごく使いやすくてこのサイズ感が気に入っています。でこのポッタリーバーンキッズっていうブランドはいろんな柄のバックパックから選ぶことができて、私は無地が合わせやすくていいなと思ったので無地で探していて、この可愛いピンクがあったのでこちらを購入しました。でシルバーとピンクですごく悩んでいたんですけど、やっぱりピンクの方が可愛いかなって思ってピンクを買ってみました。でも、ね、すごく使ってて結構立っているんですけど、使いやすいのでシルバーもまた買いたいなと思っているところです。こんな感じでめっちゃキラキラの、遠くから見てもすごくキラキラで、すごく機能性もあるバックパックでお気に入りなんですけど、すごくねずっと欲しかったんですけど使うところがないなと思って買っていなかったんですけど、それは最近芸能のお仕事をさせていただいていて、その時に結構荷物を持つことがあるので、その時に使う用のバッグとして買ってもらったものになっています。なので必ず撮影に行く時はこのバッグを持ち歩くっていう感じで持っています。今ちょっと荷物を出しちゃったんですけど、バッグの中身紹介とかでも紹介はしたんですけど、実際にこの中に荷物を詰めて持っていってるっていう感じです。この中に荷物を入れっぱなしにして必要なものは持っていっているっていう感じなんですけど、こういう感じのバックパックで、この特徴としてはここの部分に刺繍がされているんですけど、こういう感じでされているんですけど、この刺繍を自分の好きな文字とかアルファベットを入れていただけるっていう感じのバックパックになっていて、これがめっちゃ可愛いなと思ったのと、形とかが可愛いなと思ってずっと欲しかったバックパックになっています。それはアメリカだとめちゃくちゃ持っている、学校とかで持っている人が多いんですけど、こんな感じのバッグになっています。サイズがめちゃくちゃ使いやすくて、 A4 サイズが入るぐらいのサイズ感で、こんな感じでここには自分の名前だったり自分の好きな言葉だったりペットの名前とか、本当に自分の好きな文字をその文字数だけ入れることができて、フォントとか色とかも選ぶことができるっていう感じで、ここの部分がねオリジナル感が出せるのと、デザインがすごく海外っぽいなと思って、海外のお洋服とかアイテムとかが好きなのでこれを購入しました。で後ろがこういう感じになっていて、全体的にピンクなんですけど、この背中の部分にクッションが入っているので疲れにくいっていう感じで、この部分も太いのであまり疲れにくい感じになっていてお気に入りです。あとねこの部分がすごく重要なんですけど、肩から結構ずり落ちてきちゃったりするので、この肩に留める部分がついていると肩からずり落ちなくてすごくいいので気に入っているポイントになっています。このポッタリーバーンのバックパックは絶対この肩のベルトがついているんですけど、こんな感じです。このねサイズ感が使いやすいので、またシルバーもこのサイズ感で買いたいなって思っています。そしてこの横のサイドの部分にペットボトルとかが入れられるメッシュのポケットが2つついています。なのでここにペットボトルを入れて、こっちに折りたたみ傘を入れて使ったりしています。あとは携帯とかも入れたりして使っているんですけど、こういう感じでポケットがたくさんあるところがすごく使いやすいポイントになっています。あと中にもポケットがたくさんあるんですけど、この持ち手もこういう感じについていて、まずポケットがここの部分、刺繍がされている部分にこういう感じで
たくさん内ポケットもついているんですけど、ここにはペンとかが刺せるポケットがついていたりとか、そういうポケットが2箇所ついていて、鍵とかをこんな感じでつけれるようなストラップとかも中についています。ちなみに中の部分はツルツルした感じの素材になっています。セットがたくさんあるのでめちゃくちゃ使いやすいです。で、この部分にもこの部分ちょっと穴が開いている感じなんですけど、ここからコードとかを出せるっていう感じになっていて、この部分が私は一回も使ったことがないんですけど、このちっちゃいポケットがあってこういう感じになっています。で、ここにイヤホンとかを通せるっていう感じになっているんですけど、コード付きのイヤホンは使わないので、この穴を刺す部分は使っていないんですけど、この部分に家の鍵とかリップとかちっちゃいものを入れて使っています。お菓子とかを入れて使っているんですけど、めちゃくちゃちっちゃいポケットがここにあります。で、あとはメインのこの大きいポケットなんですけど、中がこういう感じになっていて、マチもすごくあるので入れやすくて、で、中は大きいポケットが、このマジックポケットが、内ポケットがついている感じになっています。中の感じはこういう感じの構造になっています。このファスナーとかもすごく開けやすい感じになっていて、ベルトとかも緩めることができるようになっています。で、このラメなんですけど、結構使っていて、やっぱり海外製なのでちょっとラメが取れてきちゃうんですけど、こんな感じで可愛いので使っています。そしてこの部分に何に使うのかはよくわからないんですけど、こういうなんかペンとか刺せるような部分もついています。はい、ということでこんな感じのバックパックの紹介でした。今回購入したものはこれだったんですけど、こんな感じになっています。はい、ということでこんな感じの、ね、バックパックの紹介だったんですけど、これは撮影に行くときは必ず持ち歩いていて、ずっと欲しかったブランドのバックパックだったので、すごくお気に入りのものになっています。で、ちなみにこれが購入できるサイトはポッタリーワンの公式サイトが全部英語のページなんですけど、そこから購入することができて、実際にこの文字のフォントとか文字の漢字とかをシミュレーションで見ることができるようにもなっているし、あとはバイマとか海外通販サイトとかでも購入をすることができるような感じになっています。代行みたいな感じで買ってもらうこともできるし、現地に行かなくてもお買い物はできるっていう感じになっています。こんな感じで日本人の方で動画で紹介している方はいなかったので紹介をしてみました。で、長さはこれぐらい、一番私は長くしていて、持ってみると結構長めにこういう感じで持てるっていう感じになっています。こんな感じです。めっちゃ可愛いです。ピンクのお洋服とかと合わせても全然可愛いのでいいかなと思います。めちゃくちゃ使っている、愛用しているバックパックという感じになっています。物もね、すごくたくさん入るし、見た目はちっちゃいんですけどたくさん入って入れやすくてお気に入りのものになっています。大きすぎるバックパックはたくさん荷物を入れちゃうとすごく肩が痛く私はなっちゃったりするので、こういうちっちゃいリュックでも選ぶようにしています。あと大きいと動きづらいかったりするので、これぐらいのサイズ感がすごくお気に入りで使っています。はい、そしてこんな感じで紹介をしたんですけど、この後はおすすめのお洋服などが購入できるサイトを紹介していきます。まず紹介していくものが、じゃーん、
こういう感じで可愛くラッピングがされているんですけど、こちらが購入できるサイトは概要欄にリンクを貼っているので、ぜひね、詳しく気になった方はチェックしてみてください。すごくいろんなお洋服可愛いのがあるので、安く購入もできたりするので、すごくおすすめのサイトになっています。ラッピングもね、すごく可愛くしていただいていて、こんな感じで布に包まれていて、あとおまけもこういう感じでつけていただいています。プレゼント包装みたいな感じになっていて、プレゼントとして渡したりとかするのにもおすすめです。で、後ろはこういう感じで、今回は2着紹介していくんですけど、ジップロックに包まれていて、すごく丁寧に包装されていて、めっちゃこれは届いたら嬉しいかなと思います。で、こういうリボンがかかっているんですけど、これを開けて紹介していきたいなと思います。はい、ということで1着ずつ紹介していきたいなと思うんですけど、まず1着目がこの布に包まれている方を開けていきたいと思います。こういう布に包まれていて、こんな感じです。1着ずつすごく綺麗に袋に入っている感じになっています。まず1着目がじゃん、こういう感じのワンピースです。で、これはサイズがキッズの170センチっていうサイズなんですけど、他に色がホワイトもあってすごく悩んだんですけど、このブラックを選びました。こんな感じでめっちゃデザインが可愛くて、こういう風に裾の部分がフリルがついていて、もうサイドの部分が長さが違う感じになっているので、中にショートパンツとかと合わせて履くとすごく可愛い感じになるかなと思っています。こういうコットン素材のシンプルな無地のブラックのワンピースっていう感じなので、いろんなコーデに合わせやすいんじゃないかなと思います。なんか柄物のバッグとかも合わせられる感じになっているかなと思います。後ろがこういう感じになっていて、後ろはボタンで留める感じになっていて、フリルの感じがめっちゃ可愛いです。で、長袖のこういう袖にもフリルがついていて、ここの部分にゴムが入っています。袖はふわっとする感じで、こういう丈が違うところがすごく可愛いなと思って選んでみました。スカートの部分めっちゃ可愛いです。はい、で、ここの部分もフリルっていう感じになっています。こんな感じです。アシンメトリーなデザインになっています。はい、ということでまず1着目こんな感じだったんですけど、これは後で実際に着てみたいなと思います。では2着目を紹介していきます。はい、ということで実際に着てみるとこんな感じです。もう肩の片方だけこういう感じフリルがついている感じのところもめちゃくちゃ可愛い。で、袖はこういう感じになっています。では秋とかに着たらめっちゃ可愛いんじゃないかなと思います。で、首はこう詰まっている感じになっていて、スカートの部分もめちゃくちゃ可愛くてこういう感じになっています。このフリルの感じがめっちゃ可愛くて、丈はミニっていう感じです。で、ちょっとふわっとする感じになっていて、この横からスリットが入っている感じになっているので、ショートパンツとかこういう黒のショートパンツで合わせたら可愛いかなと思って今履いてみているんですけど、こういう感じでちょっと見えるっていう感じがめちゃくちゃ可愛いです。普通のワンピースっていう感じじゃなくて、ちょっと個性的な感じがめちゃくちゃ可愛いと思いました。はい、ということでこんな感じです。2着目はこんな感じでジップロックに入っているので、ちょっと開けて紹介していきたいと思います。はい、ということで2着目こんな感じのプリーツスカートです。で、このプリーツスカートはすごくいろんなカラーがあったんですけど、白いプリーツスカートを選びました。こんな感じで結構ミニの丈感になっていて、ワンピースの方もねすごくミニの丈感で、プリーツスカートは1着持っておくとめちゃくちゃ使えるので、夏にも使えるし、秋とか春とか冬にも使えるかなって思います。こういう白なのですごくいろんな服に合わせやすいと思います。で、横がファスナーになっていて、サイズもすごく豊富なところから選べて、後ろにこういう可愛いデザインも入っています。こんな感じです。前から見ると全体的にプリーツっていう感じなんですけど、後ろから見るともう途中からプリーツっていう感じになっています。で、これのめちゃくちゃいいポイントが、
こんな感じでパンツが入っているので、インナーパンツがくっついている感じになっているので、たくさん動くときとかにも着ることができるし、中にわざわざ何かを履く必要がなかったりするので、すごくいいなと思います。こんな感じ、白だからこれからの季節にたくさん使えるんじゃないかなと思います。はい、ということで2着目はこんな感じでした。他にも色がピンクだったりブラックだったり、本当にいろいろな色があったので、いろんな自分の好きなものを選べるかなと思います。はい、ということで着てみるとこんな感じです。丈感もすごくミニで、私の大好きな丈感になっていて、めっちゃ可愛いです。で、前から見るとこういう感じで、こういう感じになっています。で、横がファスナーになっていて、中にショートパンツがこういう感じで入っているので、すごく着やすくて、中に何かを着る必要もないし、楽ちんだし、めちゃくちゃ着やすい、こういうちょっと薄めの素材なので、真夏とかにも涼しく着られるんじゃないかなと思います。で、今こんな感じで、上は部屋着なんですけど、なんかインしてきたりとか、大きめのダボっとしたパーカーをこれぐらいまで合わせてきたりとかしても可愛いかなと思います。はい、こういう感じです。短いプリーツスカートなのでめっちゃ可愛いです。はい、そしてじゃん、こういうおまけもついていたので、こちらを開けて紹介していきたいと思います。こういうね、可愛い巾着に入っていて、これだけでもなんか使えるんじゃないかなと思います。中に入っていたものが、じゃん、こういう感じのシュシュです。中にパールが入っているチュールのシュシュになっていて、こういうチュールの感じとかもすごく流行っているし、めちゃくちゃ使えるかなと思います。めっちゃ可愛いです。で、中にホワイトのパールが入っていて、なんかね、さっき紹介したワンピースとかと合わせても可愛いんじゃないかなと思います。で、あとこうやって手につけて買ったりとかもできるような感じになってるかなと思います。これチュールのシュシュとかって結構あるけど、中にパールが入ってるものってあんまり見かけないので、めちゃくちゃ可愛いです。はい、ということでこんな感じでお洋服を紹介したんですけど、こちらの商品が購入できるサイトは概要欄にリンクを貼っているので、この他にもめちゃくちゃ可愛いアイテムがたくさんあったので、ぜひチェックしてみてください。ということで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。
はい、ということで今回はポッタリーバーンキッズというブランドのバックパックを紹介しました。こういう感じでね、めちゃくちゃお気に入りのものになっていたんですけど、ずっと欲しくて結構何年も前から見ていたんですけど、やっと購入ができたので嬉しくてめちゃくちゃ使っているものになっています。普段用とかには使っていないんですけど、撮影用っていう感じで分けて使っているっていう感じになっています。ということで動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画を見て皆さんに楽しんでいただけていたら嬉しいです。今回紹介したバッグを使ったバッグの中身紹介だったり、撮影用のバッグの中身紹介みたいな感じで紹介しているので、ぜひそちらの動画も見てみてください。今回紹介したバッグはすごくお気に入りなので、多分迷ってた方のシルバーの方もまた買うかなと思うので、購入品紹介みたいな感じで紹介しようかなと思っているので、ぜひ次回の動画も楽しみにしていてください。ということで、私の動画ではハイブランド購入品紹介や Vlog などの動画を投稿しているので、チャンネル登録も進んでいないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録と隣にあるベルマークをタップして通知をオンの方よろしくお願いします。グッドボタンの方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。